はい、皆様こんばんは。8月25日、29日月曜日、第44回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、暑さのぶり返しでですね、大変暑くて汗がダクダク出てしまいました。今日のゲストはですね、松代の里山研究家、林守之さんです。今日はよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、大紫の樹液バーということですけれど、はい、まあ、私どももこれ今まで子供の頃なんかはあれですよね、あの捕虫網持って、山とか川とかね、駆けずり回って、はい、あの捕まえたりなんかしてたんですけど、はい、まあ、今はまあこういうふうになってくるとなかなかね、そういうあれもなくなっちゃったんですけども、はいはい、まあ、この大紫っていうのはどういう蝶なんですかね。はい、今映ってると思うんですけれども、うん、この蝶ですね、うん、あの日本の国蝶、国の蝶に指定されている蝶なんです。あ、そうですか。まあ、だからといって天然記念物っていうことでもないんですよね。あの、うん、確かに準絶滅危惧種にはなってるんですが、東京なんかでも例えば八王子なんか行くといるんですよ。でこれ松代にも実はたくさんいるんですよ。割と皆さんご存知なんです。でなんでご存知ないかっていうと、山にいて里に出てこないんですよ。でどういうところにいるかって言いますとね、えのきの木があって、これ幼虫が食べるんですよ。であとクヌギ、クヌギどこでもありますよね。あ、ありますね、あります。でクヌギの木があれば、それは成虫が樹液を吸うので、あのその2つがあればどこにでもいるという、そういう意味では松代では、そう、松代を囲んでる山はどこにでもある、いるんですよ。ただ皆さんその出るのがちょうど梅雨、7月から8月で夏なもんですから、山に行かないでしょ。あ、行かない、キノコ狩りにもないし、山菜採りもないし、なもんで、まあそういうのに関心ある人以外はなかなか見たことがない。なるほど。でもたくさんいます。あ、そうですか。はい、で今これ映ってるのが実はね、オスなんですよ。でオスはやっぱ綺麗だって言いますけどね。そうですね、そのオスのこの紫から大紫というその名前が出てて、これ羽を広げますとね、10センチあるんですよ。あの、まあ、個体全部同じじゃないですか、小さいのもいますけども、はいはい、これ10センチだから相当大きいです。10センチだとこのちょうどあの携帯電話ぐらいの大きさになりますわね。そうですね、かなりこの感じの、ね、だからあの飛んでいるところも、普通の蝶っていう感じではないですね。であの普通の蝶だとひらひら舞うっていう感じなんですけどね、はい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 、この蝶はバサバサ舞います、でそばをね飛んだりすると本当にバサバサって音がするんですよ。そのくらいあのなんていうか豪快な蝶です。で今これ映ってるのがメスなんですよ。ちょっと地味ですけど ね、 そうね、ただメスの方が二回りぐらい大きくて、羽広げると12センチ。あ、この携帯電話よりまだ一回り大きいですよ。はい、だから本当に子供の手ですね、ぐらいにっていうか、かなり大きいです。なるほどね。だからこれがあの本当に空を、何頭、何頭って言うんですけど、1頭2頭って蝶はあのマニアの人は数えますけれども、1羽2羽じゃなくて、1匹2匹ではなくて、まあ、そう数えてもいいんですけどもね、あのそう数えるんですが、これが何頭もその森の上を舞っている様というのはね、相当迫力ある。すごいね。すごいです。それでですね、これはあの縄張り意識が非常に強いんですよ。で追尾行動っていうのをその縄張り争いの時するんですけど、なんとね鳥を追うんですよ。鳥を追うんですよ。あのツバメとかヒヨドリとか。でもあれだってツバメだって早いじゃん。大きいですよ、ね。早いじゃん。速くて自分より大きいでしょ。ところがね追いかけるんですよ。すごいね。ものすごいスピードでねヒューンって追うんですけど、それ上をねビューンビューンって飛んでいくのを見ると、まあちょっと驚きますね。だからそのくらいある意味では気が強い蝶でもあるんですけどね。これだけどこの今のあれは、木はどこのあれ 何の木ですか。これはですね、今止まってた木はクヌギの木です。あの、えのきっていうのは、その幼虫の時に葉っぱを食べるんですよ、食草、食樹なんですよ。なるほどね。でそこで育つんですけれども、成虫になって羽化すると今度はクヌギの木へ移るんです。それで今あの移ってると思うんですけれども、こうやってあの樹液を吸うんですよ。なるほどね。
でその、この樹液が出るところを、うん、樹液バーって、まあ、昆虫マニアは言うんですよ、うん、あるいはね昆虫酒場って言うんですよ。ああなるほど、うん、夜の蝶だね。夜って昼間集まるんですよ。昼間だけどね、いろんなこう昆虫がね、うん、集まるんですよ。なるほどなるほど。それこそカブトムシから、うん、いずれ出てきますが、うん、青カナブン、うん、それからハエも来ますしアリも来ますし、うん、それからオオスズメバチも来るんですよね、うん、で今これ飲んでますけどね、うん、蝶って、まあ、これはあの小学校の理科とかでやってるからみんなご存知だと思うんですけどね、うん、これストローで飲んでますよね、うん、ストローに見えるけれども、うん、こういう丸い缶じゃないんですよ実は、うん、あの象の鼻みたいな丸い缶ではなくて、うん、こういう風に2つの樋が合わさったような形をしてるんですよ、うん、それ どうしてそうだ、どうしてかっていうと、うん、それいい質問なんですよ。あの、昆虫ってね、うん、蚕とか、うん、蜂でもそうですけど顎って人間はこういうふうに縦についてますけど、はいはいはい、こう横についてますよね。あそう蚕さんこうだ、そうですよね。で蝶のストローっていうのはこの顎がこう変形して発達してできたものなんですよ、うんうん、あもともとこういうそうそうこういうのがこう発達したものなので分かれてるんですよ。ですからねこれ不思議なんですけど羽化した時はね分かれてるんですよ、うん、羽化した瞬間はさなぎから、うん、で羽化してすぐ根元の方から出してビヨヨヨヨヨーンってね合わさるんですよ、うん、あのファースナーが閉まるみたいな、うん、これはね非常にうまくできてる。不思議なあれだね。でそれと今写真で出ているこの目に瞳ありますよね、うん、これ黒く、うんうん、はいはいはい、ねはいはい、でカマキリなんかこう見ると、うん、こっちジロッと見てますよね、うん、瞳があって、うんうん、あれ瞳じゃないんですよ、うん、これ偽瞳孔っつってね、うん、偽物なんです、うん、見えないの？黒いシミっていうと変ですけどね、要は光が入ってそれがこっちへ反射してきて全ての光を吸収するとそこが黒く見えるっていうだけなんですよ。だから私がこういうふうに位置変えると、うん、ずっとその黒いところが動くので、うんずっとこっちを見てるようにそういうことか、うん、なってるんですよね。これもなんて言うんでしょうね、うん、うまくできてますよね。複眼だから別に瞳っていうのはないんですけどね、これも林さん何あのいろいろこの見たり勉強、はい、自分で勉強してこういうあれをやってるんですか？そうですね、それと、まあ、基本的知識は本とか専門書とかで あのあれしますけれども、ただ専門書っていうのはね、意外と気をつけなきゃいけないんですよ、うん、書いてあることを、あの鵜呑みにしちゃいけない、しちゃいけないんですよね、専門家だから必ず正しいことを言っているとも限らないんですよね。蝶に関して言うとその、野生の中で、そのものが小さいので、本当に細かく観察するって難しいんですよね、まあ、動いても生態、そうなんですね、で野生の蝶にじゃあ今ホルモンがどうなってるかっていうのを、その心電図みたいなのをこうつけてやるってわけにいかないですよ、ね、そうですね、だから今あホルモン出たとかっていうのも、なかなか難しいです、それでこんな観察の仕方もするわけですよ、これはね大紫を手で捕まえたんです、ちょっと捕まえられるられます、これ慣れが必要ですから ね、要するに相手の隙を狙うんですけれども、あとやっぱ傷つけちゃいけないですから、その掴み方と掴む場所っていうのがあるわけです、だからこれ掴んで最初ちょっと暴れますけど、すぐおとなしくなる、そしたらまあこういうふうに観察したり、撮影したりするわけですね、これはあの潰して標本にするとかってそういうのはない、私はしません。あそうですか、私らはねこうやって学昔やりましたけど、でもあそういうことはなしね、私はしませんけども、あの写真で撮るだけですけども、あの別に昆虫採集はね、悪いことではないです、子供たちにはどんどんやってほしい、昆虫採集で虫が絶滅することはありません。なるほど、ね、後で話しますけれども、もっとあの危ないっていうか危険な作業、行為があるんですよ、でまあこれ見てね、ちょっとおかしいと思いませんかこの写真、あの小学校の時にね、まあ、中学でもいいんですけども、昆虫っていうのは、頭、胸部、胸、腹っていうのがあって、足は6本で教わりませんでした？そうだね、6本あります？4本しかないでしょ。そうそうそう、おかしいでしょ。これはどういうこと？おかしいんですよ、でいやそうではないんです、よく見るとこのね目の下のところから2本細いのが出てますでしょ、
これが実は足なんです、うん、これが。なるほど。でもう退化してて使わないんですよね、うんうん、こういう面白いのがあるんですね。でちょっと飛ばしますね。でも、その殺さないでそういう捕まえてまたパッと逃がして、うん、パッとまた飛んじゃう。あ、飛んでいきます、うん、元気にっていうかゆらゆらと。なるほど、うん、まあ内心はね、うん、覚えてやがれって言ってるかもしれないですけどまあなるべく優しく扱うようにしてるわけですね。で今これ映ってるのこれが樹液バーなんですよ。だからこれだけたくさんの昆虫が集まるわけですよね。でカブトムシ、これが青カナブン、それからカナブンもいますね。それから大紫も来るわけです。これもね、場所取り合戦というのは熾烈なんですよ。どれが一番強いと思います？これカブトムシ。そうです、カブトムシはね、やっぱ傍若無人でね、もう青カナブン全ての昆虫をこの角でポイ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 ってやってね、落としていくんです。それはすごいです。これでも何センチぐらいのあれですか、これ取る。これは全体を取ってるんで、うん、これはそうですね、60センチか70センチぐらい離れてますけども、近接撮影の時には、もうそれこそレンズは3センチまで寄りますね。そうですか、はい、でもそれを逃がさないようにやらなきゃいけないというのは難しいところですね。難しいですね、それはやっぱりね、樹液バーってなんで樹液バーって言いますかっていうとね、樹液っていうのは出た瞬間に酵母の酵母菌の働きですぐ発酵するんですよ、で要は人間は体大きいから気がつかないですけれども、多分ねアルコール分が多少出ると思うんですよ。だからこの今映ってるのは世界最強のハチ、オオスズメバチですけども、これなんかも来るわけですよ。これ今撮影してますけどね、これあのレンズとハチまでの距離って3、4センチしかないんですね。すごい危険な、やばいじゃないですか。やばいです、ね、一度80メートルぐらい追いかけられました、でオオスズメバチも、強いんですけど、場合によってはね、大紫っていうのはオオスズメバチをもう追い払っちゃうことあるんですよ。すごいじゃないですか。すごいですよ。そのくらいある意味では力が強かったりもします。はい。でもハチも追い払うなんて、ね、すごいあれです、ね、そうですね。それやっぱり10センチあるから大きさ、大きさがあるからでしょうね。ただ普通はね、やっぱりスズメバチの方が強いです。そうですよね、うん、ただそのどっちが強いかっていう、そのなんていうかヒエラルキーっていうか、そのね、序列っていうのは、カブトムシなんかも絶対強いですけど、オオスズメバチとか、その大紫とかっていうのはその時々で違いますね、ただカナブンとかはいつでも追い払われます、ただ彼らは、すごく粘り強くて何度でも上がってきます。なるほど。でこれがですね、いや大紫が多分交尾を終えてオスですけども、まあ死んだ後ですよね、でこういう、まあ、1ヶ月ぐらいの命なんですけれども、そうするとそういうのを掃除しに、アリとかこれシデムシですけどね、そういうのは食べに来てきれいにしてくれるわけです。なるほど、なるほど。あとはまあ微生物とかも掃除に来るわけですよ。なるほど、うん、まあ、循環でしてる。そうです、そうやって里山は循環してるので、いなくていい生物ってのはないんですよ、なるほどね。どんな気持ち悪い、人間にとって気持ち悪い生物でも、危険な生物でも、いなくていい生物ってのはないんですよ。だから里山っていうのは大事なんですよ、でもこういうのなくさ、蝶がなくならないようにするにはどういうふうにやれば、僕がちょっと心配してるのは、今例えば林道整備なんかで、はい、ありますね、林道の脇を全部きれいに切ってっちゃうんですよ、そうするとね、そういう人たちはこれしょうがないんですけど、知識がないもんですから、蝶の食草なんかも全部切ってっちゃうんですよ、そこに全部卵を産みつけられてたりするんですよ。そうするとね、その木の蝶は絶滅しちゃうんですよ、あ、なるほど。だからそういうことを行政とか、あとその山を管理する人は知ってほしいんですよね。あれだね、林さんもそういったのの、まあ、勉強会じゃないけど知らしめなきゃいけないってことですね、そうですね、今度秋に、茶臼山トレッキングのインストラクターやるんですよ、もし行ってみたいなっていう方は、
川中島町の方に、はい、あの申し込んでください。あ、なるほど。で僕講演もやりますので、うん、でその時に歴史と一緒に、うん、そういう里山は何で大事かっていうことを、うんうん、あと素晴らしさとかね、うん、あの面白い話もしますので、なるほど、分かりました、来てください、はい、じゃあこれからも引き続いてまたその里山についていろいろまた教えていただくような、はい、あ、こちらこそ、はいはい、やっていただきたいと思います、はい、今日は一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さて来週のしゃべくり松浦なんですけども、パーソナリティはパーソナリティ、あ、本人じゃない、あ、私ですか、あ、あ、だそうですね、そうですね笑ってますねということで、久しぶりに私ね、パーソナリティさせていただきたいと思います。ゲストなんですけれども、おやき屋ですね、おやき屋の総本家 松代店のですね、市川武邦さんお呼びしてあります。市川さんですね、実はあの松代の方ではないんですけれども、宝物館の前にですねおやき屋さんを経営しておりましてですね、もう本当に松代の方よりは松代が大好きという方です。それでですねお店を開いてるんですけども、俺は利益なんかいらねえよね言うんですね。松代の方のために私は開いてるんだと、で松代の人が集まってくれればいいんだというふうにおっしゃるんですね。ですからね、そんなような市川さんです。それではあの来週はですね、市川さんをお呼びしてありますので、どうぞ来週のしゃべくり松代どうぞお楽しみに。松代はあなたの町、しゃべしゃべしゃべくり松代、また見てね。胸には